突然ですが、あなたは死後の世界はあると思いますか？今日は私たちの存在の核心に迫る旅を始めましょう。魂と聞いて何を思い浮かべるでしょうか？人は一生のうちで無数の質問に直面します。しかし死後の世界はあるのかという問いは特に深い好奇心をかきたてるものです。死の淵から生還した人々が語る臨死体験、それは科学だけでは解き明かせない私たちの魂に関する手がかりかもしれません。彼らの話には共通点があります。明るい光、愛する人の姿、そして究極の平和感。これらは単なる幻覚なのでしょうか？それとも魂が体を離れる感覚なのでしょうか？科学はこれらの体験を脳の化学反応として説明しようとしますが、完全な答えを出すには至っていません。ここで量子力学の舞台へと話を移しましょう。量子力学では観測者の意識が現実を変えるという驚くべき特性があります。ではもし私たちの意識が物理的な世界を超えた何かとつながっているとしたら、臨死体験はその一端を垣間見る貴重な体験なのかもしれません。生きとし生けるものは全てがつながっていると言われます。それは私たちの意識もまたこの宇宙という大海の一滴に過ぎないということでしょうか。その謎を少しでも解き明かすべく、量子力学が魂について私たちに何を教えてくれるのか、その手がかりを探っていきます。量子力学とは物質の最も小さい単位で起こる現象を研究する物理学の一分野です。実はこの世界、見えているものだけが全てではありません。例えば量子もつれという現象、これは2つの粒子がどれだけ離れていても互いに瞬時に影響を与え合うというものです。私たちの意識もこの量子もつれのように物理的な境界を超えてつながっている可能性があるのです。実際に意識と物質がどのように関わっているのかは量子力学においてもまだ完全には解明されていません。しかし量子力学が提唱する非極在性、つまり物質が特定の場所に存在するのではなく確率の波として存在するという考え方は、魂が物理的な体を超えて存在することを示唆しています。私たちの魂がこの物理的な現実を超えているのなら、死という終焉は単に新たな始まりの可能性を秘めているのかもしれません。生命とは何か、意識とは何か、そして死後の世界があるのかどうか、量子力学はこれらの根源的な問いに新たな光を当ててくれます。それでは私たちの意識という存在がどのように私たちの生き方に影響を与えるのかを見ていきましょう。量子力学の旅を続け、私たちは今意識という謎に迫っています。意識の本質に迫ることは私たち自身が生きる上での哲学にも影響を与えます。では意識はどのようにして私たちの生き方に関わってくるのでしょうか。量子力学では観測者の存在が現実を変えることが示唆されています。観測することで可能性が一つの現実に収束するのです。これを私たちの日常生活に当てはめると、私たちの意識の焦点が現実を形作る一助となっているとも考えられます。肯定的な思考がポジティブな結果を引き寄せ、ネガティブな思考が逆の結果を招くことはよく言われることですが、これも量子力学の理論と不思議なほどに符合します。さらに深く考えれば、私たちの魂や意識がこの世界の物質的な枠を超えるとすれば、私たちの存在は単なる物理的な体以上のものと言えるでしょう。それはつまり私たちの意識が肉体を超えて続くならば、私たちの行動一つ一つが見えないレベルで宇宙と結びついていることを意味します。私たちが取る行動や抱く思考は波紋を広げるようにこの宇宙の隅々に影響を及ぼすのかもしれません。だからこそ今日この瞬間を大切にし、意識的な選択を行うことが
私たちの生き方そのものを豊かにする鍵となるのです。では、私たちの思考が現実に及ぼす影響についてさらに深掘りしていきます。思考は現実を作る。このアイディアは古くから哲学や精神世界で語られてきましたが、量子力学の観点からも興味深い洞察が得られます。私たちが前向きなビジョンを持ち集中することで実際に望む現実を引き寄せる可能性があるのです。例えばある目標に対して積極的に行動し、その成就を強くイメージすることはその目標達成への道を開くとされています。しかしこれは単なる思い込みでしょうか。それとも意識の力が物理的現実に干渉する何かがあるのでしょうか。科学者たちはまだこの問いに明確な答えを出していませんが、量子実験は意識が物質界に影響を与える可能性を示唆しています。例えば二重スリット実験では観測が粒子の振る舞いを変えることが示されました。これは意識が物質的世界に対して何らかの役割を果たしていることを示唆しています。またポジティブな意識が持つ癒しの力はプラセボ効果を通じても科学的に確認されています。このように私たちの内なる力は見えない形で常に私たちの現実を形作っているのです。だからこそ私たちは自らの思考を意識し、それをコントロールすることが自己実現への道を切り開く鍵になるのです。私たちの選択が一つ一つの現実を織りなしていくプロセスに焦点を当てていきましょう。毎日行う選択は小さなものから大きなものまで私たちの人生に大きな影響を与えます。朝起きる時間を選ぶことから始まり、何を食べ、どのように時間を過ごし、どのように反応するかまで、全てが未来を形作る意図となります。選択の瞬間はまさに意識と物質が交錯する瞬間です。私たちの意図、信念、そして行動が物理的な現実を創造していくのです。例えばポジティブな態度を選ぶことは周囲の人々に対する関係性や自身の健康に良い影響を与えることが科学的に証明されています。また困難に直面した時に挑戦として受け止めるか、それとも諦めてしまうかという選択は私たちの人生の方向性を決定づけます。このように私たちの毎日の選択は長期的には自己実現への道を築くことに他なりません。そして意識的に選択をすることは量子力学が示唆する観測者効果を人生に応用することとも言えるでしょう。観測者が現実を選ぶように、私たちもまた思考と行動を通じて自らの現実を選んでいるのです。私たちの魂がどのように時間と空間を超えて存在するのか、その神秘に迫ります。量子力学では時間と空間は非常に相対的な概念とされており、過去、現在、未来が同時に存在するという理論があります。もし時間が流れるというのが一つの錯覚であり、全てが一瞬に存在するとすれば、私たちの意識はどのような役割を果たしているのでしょうか。いくつかの臨死体験の報告では人々が時間や空間の制約を超えた体験をしているとされます。彼らは生命の連続性を感じ、身体を超越した意識の存在を報告しています。こうした証言は魂が物質的な世界を超えて存在するという古代からの信仰を科学的な観点からも支持するものです。ではこの情報を日常生活にどう生かせるのでしょうか。一つの答えは、私たちの行動や意識が瞬間瞬間に全てに影響を及ぼすという認識を持つことです。過去の後悔や未来の不安にとらわれず、現在この瞬間をどのように生きるかが永遠に続く魂の旅において最も重要なのかもしれません。魂の永遠性を理解することで、私たちの生き方に深い意味を、より意識的な選択ができるようになります。宇宙と魂の関係性を探ると、
意識という謎にさらに近づけるかもしれません。宇宙の根底にある法則は、私たちの意識がどのように作用しているかに深い洞察を与えてくれます。量子もつれという現象は、離れた場所にある粒子同士が瞬時に影響を及ぼし合うことを示しています。この不思議なつながりは、私たちの意識もまた何らかの形で宇宙全体とつながっていることを示唆しています。私たちが投げかける思考や感情が、予想もしない形で宇宙に影響を及ぼすかもしれないのです。では、この知識をどのように生き方に生かすことができるでしょうか。自分の意識を育て、磨くことは、宇宙の法則と調和する生き方への第一歩と言えるでしょう。瞑想や内省を通じて、自己と深く向き合うことで、私たちは宇宙との一体感を感じることができるのです。そして、その一体感から生まれる内なる平和が、穏やかで寛大な心を育みます。人生の試練や困難に直面したとき、私たちはこの宇宙的な視点を思い出し、より大きな図を見ることで乗り越えられるのかもしれません。今、ここにいる意味を深く掘り下げるとき、私たちは魂の使命に気づき始めます。魂という永遠の旅人は、一体どんなメッセージを私たちに託しているのでしょうか。あらゆる生命がつながり合い、共鳴し合うこの宇宙で、魂は個々に独自の旋律を奏でています。そして、その旋律は他者との調和の中で、より豊かな音楽を生み出しているのです。臨死体験から量子力学まで、私たちが辿ってきたこの探求の旅は、魂の本質を理解する手がかりを提供してくれました。魂の本質を追い求める探求心こそが、私たちの生を輝かせる源泉になるのです。愛、喜び、感謝といった肯定的な感情は、私たちの魂が本来持っている光を反映しています。日々の選択を通じて、その光を周囲にも分け与えることが魂の使命なのかもしれません。自分と他者、そして宇宙との調和を意識することで、私たちは自らの道を照らし出すことができるのです。どんな状況にあっても、内に秘めた魂の光を信じ、毎日を意識的に生きる。それが、私たちがこの壮大な宇宙の一員として果たすべき役割なのかもしれません。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もし、まだチャンネル登録していない方は、ぜひとも登録をお願いします。そして、あなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。